思ったんだけどさ、ん？私やゆうちゃんが同学年の人に告白された場合、その人ってロリコンってことになるのかな？うん、同じ学年なんだし、そうでないといえばそうでないし、しかしこの場合は見た目にウェイトがかかっている気がするし、もし仮に小学生のような30歳だったら、逆に年上好みと言えるかもしれないし、なかなか深いテーマだな。定義付けが難しいよね。やっぱり私のお父さんなんだね。鏡だったらどっちでもいいで終わりそう。じゃあお父さんはどうなの？あのお母さんに惚れてこの娘を出来がいいってことはお父さんってロリコンなんだよね。いやいや待て待て、それは少し間違ってるな。小さい子だけじゃなくて普通の子も好きだからロリコンでもあるが正しい。まあ要するにキャラによりけりってことだな。どっちにしてもダメ人間だよね。じゃあさ、お父さんいつも私にペタペタしてくるけど、私が男子でも今と同じように接してきた？当たり前じゃないか。はいはい、よくわかったよ。よかったね、私が女で。なんだ、そろそろ風呂沸いた頃だな。先にゆうちゃん入ってきたら。うん、じゃあ失礼します。体裁悪くて追っ払ったな。ねえお父さん。ん？お母さんってさ、背小さいし、お父さんの幼馴染だし、なんかギャルゲのキャラみたいじゃん。だろう？カナタは子供の頃から可愛くってな。お父さんがベタボレなのはわかるんだけど、お母さんはなんで結婚したんだろう。うん、お前が振り向いてくれないから俺はこんなギャルゲ好きな男になったんだと言ったら割とすんなり。あなたは最低だ。でも本当のことだし。それって脅迫じゃないの？いやいや、それだけじゃないぞ。もちろんね、コナタが生まれた時はすごく喜んだしな。あら、このお袋そうくんにかしら。いやいや、目元なんかカナタそっくりだぞ。どう見ても俺たち二人の子だな。でも成長は私たちとは別であってほしいわ。背は私に似ず、性格はそうくんに似ませんよ。きっついな。でもなんで急にカナタのことを？私お母さんのことよく知らないし。コナタ、お母さんいなくて寂しいか？別に、お父さん一人で二人分にぎやかだし、今はゆうちゃんもいるし。そうか。カナタ、コナタはとてもいい子に育ってるよ。お前が望んだ普通とはちょっとだけ違うけど。なあ、コナタ。うん？頼むから、コナタは俺より先に死なないでおくれ。とりあえずそんな気はさらさらないよ。よしよし、カナタは若くして行っちまったけど幸せだったよって最後は笑ってたよ。残った方はそれでも寂しいけど、俺も最後はそうありたいもんだな。笑いながらってどんな死に方がいいの？そうだな、萌え死にとか。お父さん絶対まともな死に方できないね。そうそう、今日仕事の資料用にデジカメ買ってきたんだ。ここに帰るのも久しぶり。あの人たちは今頃何をしてるのかしら。はいはいはい、はい、チーズ。 お父さんってば。はい、もう一枚行くぞ。もういいでしょ、つくお父さんひっつきすぎ。冷たいぞ、コナタ。せっかく新しいカメラで記念撮影なんだぞ。資料用じゃなかったの。固いこと言わずにな。そうくんも相変わらず。そういえば人の都合なんて全くお構いなしでしたね。離れろー。いてて、ひどいぞ、この子。ほんと、全然変わってない。しかしあれだな、抱っこした感じがどんどん彼方に似てきてドキドキするな。そういう危険な発言を堂々としないように。お母さんの苦労が忍ばれるよ。何を？本当にね、お父さんあんなだけど飛行に走っちゃダメよ。そうだ、コナタ、この間のゲームクリアしたらお父さんにも教えてくれな。
いいけど。あれ意外と難易度高いのな。でも多分親子でゲームしてるあたり仲良くはやってるみたい。なかなか狙ったキャラのエロシーンに行けなくてな。では娘に何をやらせてるんですかあなたは。大丈夫なのかしら。上層教育間違ってない？そうくん。ねえ、お母さんはどうしてお父さんを選んだの？え？だってお宅でロリコンのエロ親父だよ。普通は選ばないよ。そこまで言うか。とことんって厳しいな。本当にね。でもそうだな。本当にも。彼女はいつもこんな調子だから。いつも忘れかけてしまう。なぜこの人と。ダメ人間だ俺でも。一緒になったのか。唯一絶対自信を持っていたところ。え？絶対自信を持っていたところ？何それ？ん？うん、俺が世界中で一番彼方を愛してるってことだよ。これだ。やっぱり叶わないな。ところも悪いところも認めてくれる。自分のいいところも悪いところも全部見せてくれる。私が一番安心できる場所、私を一番安心させてくれる場所ってな。よし、懐かしんだところでもう一枚言っとくか。後で今ゆうさんとも撮ろうな。自分があの場所にいられないのが少し悔しい。お父さんやっぱ趣味で買ったんでしょ。もう何を言うんだ。父さんはただ取材前に使い慣れとコートだな。でもまた私の中にそうくんたちがいるように、そうくんたちの中に私が生きてくれてるならこれからも見守りましょう。おほらほら、私にいっぱいの幸せをくれたそうくんたちが、いい幸せでいられるように。水びっくりするかな。お父さんこの写真、なんか人の影みたいなのが写ってる。本物の心霊写真。え、あれお風呂開きましたよ。ちょっとこれ見て。なになに、どうしたの。消去しなきゃ、消去、呪われるよ。